渇きの海とは、アーサー・シー・クラークが1961年に発表した長編 SF 小説。1963年度、ヒューゴー賞ノミネート作品。近未来、月面には、多数の人類が移民し、暮らせるようになっていた。観光事業の一つとして、月の流れる砂の海では、同景気を持たない、砂上遊覧船、セレーネ号による観光が行われていた。 ある時、砂の海の地殻変動により、航行中のセレーネ号が砂に飲み込まれてしまう。遊覧船は車上航行する船であり、推進装置といえば、プロペラスクリューのみ。また一度飲み込まれると、砂の海の比重の関係で再び自然に浮上することは、数千年後になる。砂の層が電磁波を通さないために、無線連絡することもできない。やがて、 覆いかぶさる砂の重みで船が潰されるか、砂の断熱作用で船内の熱排出ができなくなり、温度上昇が致命的になるのは時間の問題である。しかも救助隊にとって、沈んだ船の位置を突き止めることは、非常に困難で、現場まで運搬できる機材の量も限られている。そんな時、上空のステージョンに勤務する男が、あるものの残った痕跡を探すことを思いついた。 そんな状況下での船内、船外の人間関係、そして科学技術の域を尽くした救助作業とその成功が描かれる。原書、A ホールオブムーンダストは、ビクター・ゴランツ社より1961年に、刊行された。日本語版は、早川 SF シリーズから深町マリコ役で、渇きの海として1965年に刊行され、1977年に、 早川文庫 SF に収録された。なお、ロシア語、セルビア語、トルコ語、フィンランド語、スロバキア語、ブルガリア語にも翻訳されている。ありがとうございます。